この時間も QVC をご覧いただきましてありがとうございます。ショッピングナビゲーターの佐藤晴美です。毎晩20時はドキドキ締め付けすぎないんですね胸周り。はい。なんかあのやっぱちょっとボリュームあるんで締め付けすぎるとこの辺苦しいんですけどこれは本当開放的<い>でも寄せて寄せて上げてくれる。でしかもパワーあの。 ブラジャーなのにブラキャミンなのに、はい、サイズ表記が S から 5L ということで、はい、サイズにチェックのお時間です、はい、さあ基本的には洋服サイズでいいんですねそうなんですよこれ、はい、ストサイズ着てますけど本当にあに楽楽ですよねうもう本当にね肩も本当私これ疲れにくくてね大好きなんですよちゃ <laughs> <laughs> んと綺麗にボディメイクしてくれるのにやっぱり違うなと思いました、はい、さっきあの さっき着替えたんですよ違うブラレリスの着ててやっぱりいいなってこれ女性らしくなるんですよなんか女性らしさニューヨークが作りますからノン当に本格的なブラ機能がちゃんとしてげてくれるわけだっておっぱいだったものがもしかしたらこの辺に来てるかもしれないからもうこうもうここ 背中に流れたの <laughs> もうこう,そう持ってきて整えてあげる <laughs> もうねこれね好きなのが <laughs> <laughs> ねこうね揺れ,れる<笑><笑>んですよ。整もてねこれね好きなてあげる。もうねこれね好きなあうにっのうわれてあも補正したわじゃあ,あのねって言われてあのげる。<laughs> <ね>って言われてあやる。<laughs> あの苦しいしなんかいかにも補正したわけじゃないですかねでもこんな感じで自然に補正したわけじゃないですかでもこんな感じで自然に補正したないですかじゃああのね本当に皆さんの持っているお肉とかをまだ女だったんだなっていう女性だっていうね自分で触っちゃったりとかす気持ちいいですよね動きを邪魔しないワイヤの硬さもないから長時間着てても楽ですし。 ちょっとね私多分ね今日2本目のオンエアなんだけど1本目とシルエット違うと思う <laughs> 見てましたいや本当にちょっと広がりれですよ1本目はきれいですでもこうちゃんと胸がありますよね、はい、で胸はここよウエストここよっていうのが、ね、ものすごいですよねでこういうところも全然ほらまだ余裕が余裕ある <laughs> でこ出しちゃった出しちゃった <laughs> お肉が やっぱパワーネットでおさ支えてくれてるからあこれでちゃんと自分の肉質がありますよねこうん,んかガチッとしてあるべきところに,に収めてくれる<う>ここに流れてったのも前に持ってきてくれてそうなんで背中あの体型によって違うじゃないですかはい だから、その体型に合わせて、このカップまで変えているっていうことなんですね。そ,はい、すかもその綿根、ね、本当に喜んでる。でもね、無理してないんですよ。はい、本当に。心地よくね。気持ちいいです、ね、あの、一部だけなので、はい、本当に、取れ、あの、ももうね、取りこぼしをしない。